はい、こんにちは、笹谷です本日のニュースを続いていきましょう 今日前半の話題は、新疆ウイググにあるフォルクスワーゲンの施設で強制労働が発覚し、それを知った米国政府がフォルクスワーゲンだけでなく、傘下のアウディ、ベントレ、そしてポルシェまで全部丸ごと輸入停止してしまうという、もうやばいよやばいよなお話と、後半は大阪で S1 を開催したいと言ってる大阪の観光局はあまりにも口等向けなことを言ってますので、大阪の皆さん、それはペテンなんでご注意してくださいませって、そんな話をお伝えします。僕の喋りを聞いて、目のつけた方は、いいねと思った方はチャンネル登録のよろしくお願いします。 いたしますそれでは早速まずはゲルマンメーカーの荒れすぎる話題から、えー、英国フィナンシャル・タイムズより「見しがですね米国フォルクスワーゲンが中国の強制労働で作られた」との主張で輸入を差し止めということで本文を翻訳しつつ抜粋して読んでいきましょう。 フォルクスワーゲンのサプライヤーが強制労働防止法に違反する部品を車両に使っていたことが判明したため、フォルクスワーゲングループ傘下のポルシェ、ベントレアウディの車、数千台が米国の港で押収された、クローキータークールポコが、なにやっちまったなーって言ったとか言わないとか <laughs>、いや、言ってないと思いますが、気が気でならないのは、今、大谷翔平選手がですね、ポルシェのアンバサダー契約を務めてまして、そっちまで火のコが飛んでいかないのか、ちょっと心配しておりますと。で、えー、関係者らは警告を受けるまで、 フォルクスワーゲンはサプライチェーンのさらに下流にある間接的なサプライヤーの部品の出所までは知らなかったと強調した。 米国は2021年ウイグリ強制労働防止法に基づき、新疆やその他の地域で強制労働によって製造された部品の輸入を禁止している。はい、えー、この件についてはですね、日本でもユニクロが得られてますんでね、ドイツ企業ざまねえなーって、まあそんな単純な話ではないんですけどもと。で、えー、関係者によると、この問題で約1000台のポルシェのスポーツカーと SUV、それから数百台のベントレー、また数千台のアウディに影響を与えているという、フ、え、ォ、ー、ルクスワーゲンは 声明で強制労働の申し立てを含む社内およびサプライチューンにおける人権侵害の申し立てを非常に深刻に受け止めていると述べた。 また、当社はこの問題を調査しています。事実関係を明らかにした上で適切な処置を講じていきます。調査で重大な違反が確認された場合、サプライヤーとの関係を断つことも含まれますと回答した。いやー、しかし参りましたね。米国ではフォルクスワーゲン、さほど売れておりませんので、むしろその傘下のですね、ポルシェやアウディの方が売れ行き好調だっていうことですからねえ。フォルクスワーゲングループにとっては、この処置は相当痛いと。えー、そしてさらに、フォルクスワーゲンは水曜日、ドイツメディアで新たな強制 労働疑惑が報道されたことを受けて <laughs> え中国の合弁パートナーである上海記者と事業の方向性について話し合うと発表したははいはいストップストトッッププです今の話は前半に出てきた強制労働の,、ね、その部品の製造とは全く別物の事件でしてつまり現在フォルクスワーゲンはです、ね、新疆ウイグル関連で同時に2つの問題を抱えているとそういったことなんですいやーちょっと恐ろしすぎますこの詳細は後ほどに一旦記事に戻りますとでフォルクスワーゲン は納車待ちの顧客に宛てたレターで大型制御ユニットの一部にある小型電子部品の交換が原因としているがえその部品の出所については何も明記されていないまた関係者によると米税関当局の承認を得てえ同社は交換用の電子モジュールを発注しすでに車の修理を始めているというが未修理の車については来月まで解消されそうにありません。ほうとといいここはは港ででででげををしてそこでウイグルさんではない部品を組み込めばですね交換して組み 込めば税関を通しして上げるというう置なんでしょさすがに数千台の車をですね部品1つですね本国まで突っ返すってことは政治的な論争に発展しかねないので米国もできないということなんでしょうかねと。で工程、えー、に詳しい関係者によるとモジュールの交換は比較的簡単で車両を分解する必要もないが複雑なモデルの場合は修理に数時間かかる場合があるというおしまい。 ということで、えー、この話、端的に言ってしまえば、フォルクスワーゲンの真ケ部品メーカーが新疆ウイグルで部品を作っていて、でそこで働く従業員が強制労働をさせられていたので、アウトーっていう風になったんですけども、フォルクスワーゲン本社は、それはごめん、知らんかったって感じで、今すぐその該当部品だけを交換するので、許してちょんまげってことなんですけども、実はフォルクスワーゲン、記事でも少しね、振られていましたけども、別のウイグル問題も発覚してまして、むしろこっちの方が影響が大きいだろうというお話を、えー、ドイツの 公共放送 ZDF のウェブより見出しがですね中国で強制労働の可能性フォルクスワーゲンに新たな疑惑ということで本文を翻訳つつ抜粋して読んでいきましょうえフォルクスワーゲンは新疆ウイグル自治区で強制労働疑惑に再び直面しているえドイツの経済紙ハンデル・スプラットによればウイグルのトルファン地区にあるフォルクスワーゲンのテストコースを建設した企業のウェブにウイグル人の強制労働者が建設段階でいたという明確な証拠があるさらにそのリポートでは ベストコースの建設に関与した従業員がウイグル族の管理、弾圧措置に積極的に参加していたと専門家は見ている、はいえー。その噂のウェブサイトがどこにあるのかよく分からなかったんで申し訳ないんですけども、代わりにですね、えー、SNS 上でこんな画像が今拡散されておりまして、 この写真はですね、コースを建設した企業のウェブに載っていたらしいんですけども、で、一見すると、この写真の一体何が問題なんだということなんですけども、どうやら横断幕の後ろで軍服を着ている人たちえ、彼らがですね、ウイグル人で、さらにですね、この軍服自体が強制労働者を移送する際にえ、強制的に着せさせられている服だということで、ですからなぜこの軍服を着た人たちがテストコース前で写真を撮ってるのか、おい、ホルクスワーゲンどうなってんだとねえ、ドイツを中心に今話題沸騰ということで ですよねとで、えー、この報告を受け、ホルクスワーゲンは現在、合弁パートナーである上海記者と新疆地区における将来の事業活動の方向性を検討していると述べ、えー、我々はこの状況に関する批判的な報道を真摯に受け止めていますと続けた、うわー、これはもう観念した、もう同然でしょうね、ただでさえ米国から輸入停止措置を食らっているのに、またしても問題浮上、泣きつらぬ鉢というのはこういうことを言うんでしょうね、いやー、マジでびっくり、ご決まると。でえー、ホルクスワーケンは 昨年220億ユーロこれは日本円換算で約3兆5000億円ですけどもねそれに達した年間利益の少なくとも半分を中国に依存しているポルシェやアウディを含むフォルクスワーゲングループは中国でどの企業よりも多くの車を販売しているが EV 分野で出遅れておりフォルクスワーゲンブランドは中国の EV 市場でわずか2%の視野に甘んじている足い ということで、えー、この記事、長文付つき、ところどころすっ飛ばしております。全文を知りたかったら、ガウンリンからご覧ください。はい、えー、補足として、えー、他のドイツメディアを見ても、このフォルクスワーゲンはですね、今、合弁パートナーである上海記者と、 売却する方向で検討というふうに報じられていますので、おそらくそのままね、売却に向かうのではなかろうかというふうに僕は予想しますが、えー、ただもう、最も根本的な問題というのは、なぜフォルクスワーゲンはウイグル自治区で工場やテストコースを持っていたのかということですよね、生産コストの安さに目がくらんだのか、理由は定かではありませんが、結果として、ケツの毛まで抜かれる状況となっております。ままあ自業自業得だから仕方がなないいででですけどももししし工場売売却ととってててええば中国での販売者は目に見えて落ちていくことでしょうご ございましたということでなお、えー、この件に関して中国はですね新疆ウイグル自治区を不安定化させるためのデマだ事実を見極め嘘に惑わされてはいけないとね、えー、外務省の報道官が注意を促していましたけれども処理水問題で嘘やデマをぶっこきまくったやつらがよく言うよって話でさと <laughs> さてお次はもう一本お車の話ですいませんけどもでもどう考えても話がポンコツすぎるので、えー、無駄金を使う前に早く撤退した方がいいですよってそういう話をオートスポーツウェブより目立ちがですね 鈴鹿 F1 開催契約延長で大阪開催はどうなる大阪観光局理事長に聞く F1 誘致活動の経緯と現況ということで本文を抜粋して読んでいきましょう、えー、大阪観光局は1月23日の会見で大阪での F1 招致を表明した国内外から多くの反響を呼んだこの F1 招致の表明についてオートスポーツウェブは観光局の溝端宏理事長に取材を刊行 F1 誘致の経緯や現在の状況を聞いた F1 側との交渉の進捗 や現在のの誘致活動の内容などを教えてください F1 誘致を表明する約1年前からオーストラリアやラスベガスシンガポールをはじめとする海外グランプリの現地視察を含めさまざまな調査を行ってきましたただ現時点では F1 を運営する FOM とは具体的な交渉は行っておりませんえっは 何言ってんだこの人この話言い換えますとオリンピックを誘致するのに IOC と交渉もせずにですよ大阪にオリンピックをってねそういうことを宣言したようなもんなんですけども大阪府民の皆さんは本当これ大丈夫ですかね全く何を言ってるのか意味がわからんとで FOM とは交渉をしていませんが一国一グランプリ開催という原則はあるもののアメリカでは参戦イタリアでは2戦開催されている背景も調査を重ねしっかりとした事業スキームを組み立てえ手順を踏めば開催 の可能性は決してゼロではないという結論に至りましたあの <laughs> アメリカでの参戦はですね今アメリカで F1 ブームが起きてましてマーケットが拡大中なんですよねですからこの流れに乗っかって米国のモータースポーツのシェアを一気に取りに行こうという思惑で FOM はやってますのでそれからですねイタリアの方に関してはですねこれもフェラーリの影響です F1 ファンならご存知でしょうけどイタリアのフェラーリというのはですね F1 では最も特別な存在として扱われております歴史が一番長いチームということ FOM かからら支払われているチーームへののの分配金それからルール違反の玉虫色の決着などフェラーリにだけです、ね、首をかしげるようなことがたびたび起きていますので、フェラーリはもう F1 では完全別物、ね、特別扱いなんですよ、そんな彼らの母国、イタリアで F1 が2回開催される、何も問題なしってことです、彼らの論理でいけばねと。で、FOM に対し、大阪がどのように F1 と向き合うかという方向性を提示しなければなりません。そこで1月23日の会 県内で民設民営を前提に大阪で F ファを開催したいと表明するに至りました。おかげさまで会見での誘致発表直後から多数の企業から問い合わせをいただき、海外の投資家からも興味があるという連絡が入っています。<laughs> もう大阪 F ファンと書いてですね、皇統向けと読ませた方が国語力は上がると思います。他の国が国分けですね誘致しているのに大阪は民間でるってどっちの方に興味を示すか言わずもがなでございましょうとで開催に向けた。 スケジュール感誘致の体制といいますか国内外の民間企業の参画を経て企業体というベースができ事業スキームの組み立てに入ったというのが現状ですこの企業体は収支をいかに生み出すのか議論をする場でもあります資金調達から経営の収支計画を作る上で常設サーキットを建設するのかそれともファンの皆様からも根強い意見がある行動での開催をベースとするのかそれぞれの事業性持続性そして具体的な開催場所を含め 議論を進めて,いこうとしていますあのちょっとだけ分かんないって感じですよねえこの水畑理事長という役子さんは J リーグの大分トリニータの元社長さんで当時粉飾まがいのことをやってですね経営をやってですね大分トリニータを弱体化させた張本人でございますその男が資金調達から収支計画はてはサーキットの建設を含めては何言ってんだよとまるでネズミ婚にでも誘うかのようなペテン師にしか見えませんとで、えー、もし常設サーキット一1から建設 するとなると莫大な後期が必要となります一方行動の場合は既にあるものを活かしてマネジメントするのが重要ですそのためどちらを選択するかでスケジュール感は大きく変わってきますすべてはこれからの議論となりますが今言えるのは万博には間に合わないということです <laughs> 大阪万博っていつでしたっけ2025年ですよね今の時点でほぼ白紙プランを見せてですね大阪万博には間に合いませんってそんなもん誰だって思うだろうともうおかしすぎて耳から変な汁が垂れてきました 誰師しょう3枚くださいと、で、えー、2月2日に鈴鹿サーキットにおける2029年までの F1 日本グランプリの開催契約を発表しました、鈴鹿での F1 開催の延長は大阪の誘致計画に影響がありますか、影響はございません、<laughs> えー、鈴鹿さんは我々の大先輩にあたり、尊敬すべき存在で、一緒に共存共栄できればと願っています、当然、鈴鹿から F1 を奪いたいといった思いは全くありませんし、そのようなことを言える立場ではありません。やはり 鈴鹿での F1 を応援しているファンの皆さんは大切にすべきですし鈴鹿は鈴鹿大阪は大阪として一緒に発展することができればと考えていますいや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 もう鈴鹿の契約延長 影響大だと思いますよ。南せ鈴鹿サーキットと大阪城までこれ、ね、直線距離で測って100キロ弱ですからね、エリア的に近すぎますよ。FOM 側からしてみたらですね、その立地は意味がないです。マジでこの人大丈夫でしょうかと。はい。で、えー、取材でも明らかになったように、大阪での F1 開催の動きはまだまだ始まったばかりだ。過去には日本でも2大会の F1 開催が行われた時期もあったが、果たして契約延長を発表した鈴鹿と新規の大阪の両開催は実現するのだろうか。 アメリカ中東を中心に年々開催数が増えている近年の F1 レースの数の中で大阪がどのような競争力を発揮できるか今後の動向を含めて注視していきたい。 ということで、えー、この記事、を見つきのことをすっとばしております。全文知りたが方、リンからご覧ください。僕、以前も一回ですね、大阪の F1 招致というのがですね、いかに高頭向けであるかというのをですね、動画で出したことがあるのですが、その時はまだですね、鈴鹿の開催延長契約というのがどうなるか不明でしたので、まあ、いろいろと予測で言ってましたが、えー、2月2日にですね、鈴鹿サーキットの契約延長がですね、発表されてね、これ正式に発表されたのを受けて、これで大阪 F1 は完全に頓挫しました。 騙されて確率ゼロパーセントのプロジェクトにこれ以上ですねお金を突っ込んで欲しくないのでですからあえて厳しめに申しております大阪をディスりたくてねこんなこと言ってるわけではありませんのでそこだけはご了解くださいませはいではなぜ日本で F1 が1シーズンに2回開催できないのかその理由を話していきたいと思いますまず1つ目はですね F1 マーケットの存在でございます今の時代日本で F1 ってそんな人気ありますでしょうか僕は F1 大好きですよでもテレビやヤフーを見ていても F1 の話題なんて上らない じゃないですか昨シーズン、ホンダ F1 エンジン、パワーイントを積むレッドブル F1 チームはですね、22戦中ですね、なんと21勝、勝率95%、も F1 史上伝説となる記録を打ち立てましたけども、この話、F1 ファン以外知らないと思います、大谷選手が二刀流で成功したのと同じくらいのことを、ね、やってのけたわけですからね、でもそこまで盛り上がってない、大谷選手とは言わないまでも、J リーグくらいの、ね、F1 ファン層が根付くならばですね、FOM も考えるかもしれませんけども、これ以上日本で F1 ファンが増えていかないのであれば、FOM 的にはやる意味はありませんよね。えそれから二つ目、どっちかというとこっちの方がより重要なんですけども、二番目はですね、気候変動対策でございます。ガソリンぶちまけて走ってる F1 が何言ってんだって思いでしょうけれども、まあそれは横に置いてですね。今の F1 はハイブリッドでかつガソリンに10%のエタノール燃料を混ぜて一応ですね CO2 削減に取り組んでいるんですね。で今年からさらにその一環として開催地をある程度地域ブロックでまとめまして 例えばですね今年のカレンダーで言うとですね1戦2戦がですね中東でバーレーンとサウジアラビアそして3戦4戦5戦がですねアジアでオーストラリア日本中国とまあこんな感じで世界を転戦する際にチームやスタッフの移動距離をなるべくなるべく縮めていき移動距離の負担を減らし勝っですね CO2 の削減にも取り組んでいくということをですね明確に訴えておりますそうなると必然的に移動距離が一番長いであろう極東アジアの F1 開催は1回が精一杯ということになります ですから、主催者の FOM の視点で見たらば、大阪での F1 はなんのうまみもないんですよ、いくら開催料を100億円積んだところで,です、ね、ドライバーやチームスタッフからはです、ね、現状でさえレースが多すぎて家に帰れないとね、レース減ーすよ、このブラック企業と言われている始末でございますし、先ほども言った通り、気候変動対策において、全く話にならない状態なので、FOM からしたらです、ね、日本で F1 レース2回開催、これは絶対縦に首を振らないと思います。僕個人のの印象でで言えば大阪 F1 高騰を向けすぎてだからあえてですねこの理事長さんは FM とはまだ交渉していないということを言ってるんだと思いますまあ、全額ですね民間企業のプロジェクトで進めるのであれば大阪府政にえこれ穴が開かないわけですから、ね、好き勝手やればいいと思いますけどもこの理事長ですね言うてもラスベガスやシンガポールにすでに視察に行ってると言ってますねでもそれって水俣理事長の趣味的な F1 旅行です、ね、大阪府の公金で行っておりますという話でしょう,もうそういう風にしか見えませんけれどもね とというこでえ今日も話が長くなりましたのでこれらいにして最後はほっこりのぞけて締めたいと思います大阪 F1 と主張する理事長とかけましてドイツの利益と解きますその心は独特な考えです <laughs> え皆さん本当に今年 F1 見てくださいよハースという米国の F1 チームそこのチーム監督小松さんという日本人がですね若干48歳の若さでやるわけですよこんなエキサイティングな話ないじゃないですかって僕が熱っぽく語ったところでほとんど知られていないという事実まあそれがね今の F1 人気ということでございましょう本日も面白かったためになったと思いますねチャンネル登録いいねボタンの方よろしくお願いいたしますありがとうございましたササヤンでした